するしない？それでは今回の匠見ていきましょう。4曲3ボンバー開始です。皆さん手早を開けてください。さあペーチャードラはシャア、今回は赤が1枚ドラが1枚の手、春付けの手ですが親は流れませんでした。全部私が悪いんですよ。そんなことない、そんなことない。南を切らなかった春の時もね反省してトンダメだな、切れなかったと、ね、トントンって見てるのにまだ全曲を引きずっています。あ、神茶老僧から打ち出しましたね。今回の方針はどうしましょうか。ピンフでなんとかしたい、リャンソーからですか。当たるようになってきました。ひな太鼓パーソンパーティーな なんで今変えたんだ。想像なんだよ、第一だ。そういうことですね。想像ちょっと大事、読みが足りなかったひなた。あシャンをどこで切ろうかな。ドラのシャアちゃんに泣いてほしいから切る方向で今考えてらっしゃる。だいたいこう泣きたくなるような順目で切らないとね。いつ頃ですかね。7巡目かな。7巡目、はい、結構じゃあ持ってますね。はい、赤ウピン。あ、もう最悪だよね。なんでですか、打点アップのハイが来て。じゃあ打点じゃないから、上がりやすさだからこの曲はでも上がれた時にちょっとでも高かったら嬉しくないですか。そんなんで真似打ってませんよね。すいませんでした。赤麻雀で235とか578って来るときは大体調子がこうなってるという、はい。じゃあ今、ね、今ちょっとなんか吹けました。トーン1曲の時より4なんか来るわけないでしょこれ。え、来ないんですか。あ、ほんとだ。なんかちょっと元気なくなってきたかもしれない。雲が早く7巡目来ないかな現状まだ親が4巡目始めたとこですからね。いやでもスムーズに周りも進行してますからね。この老僧第一弾のねシャーチャーが次出てくる牌がね、手出しですか次の1枚切れ切りました。無駄相撲の数が多すぎますよね。何にも埋まってないですから第一相撲からちょっとキラキラ赤が来ただけだからこの進行がないっていうのは一番ダメなんですよこのってことは麻雀では。早く70目、早く70目に、はい、ここはね、つもぎりが続いてると手の進行がないんで手出しをたくさんしてもらいたいですよね。今手出しリャンピンでしたね。あ、ほらね、これダメなカンちゃん少しため息が増えてきましたそして咳も出てきました大丈夫ですか。親もね、流れるようにもうハイを選んで今パーピン打ってるのに今度9ピン出てきましたよ。全体的に皆さんはテンポがいい。これ9万切ったら9万。いや不吉ですね。不吉？いや不吉。いや汚いなんて言ってない。これはもう親は出すわ。あ、4万が出てきちゃった。一応これマンズは皮が高いんで、ね、マンズをねスリムにするかスッキリさせたかどっちかですよね。じゃあもうマンズの街が少なくなっていくっていうね。さあ70目来ました。おわお、切ってみたぞ。泣いてくれないじゃないか連絡は入りませんでした。オンされずってことは遠い手ですね。あんこってことあります。ナイス。あんこの人統一ハイパイのシェア統一の人ローソー第一弾に選ばないんで。そうですよね。あ、罠かな。やる気を出させておいてからのえ、今これここさえ入れば前向きに行ってもいいっていう数ピンですよ。ってことは罠よりも親のリーチが来ようがもう行かざるを得ない手に追い込まれましたね。大変です。じゃあチーワン切りリーチが入ったトイメン、どっちかが上がればいいんでドラがね通って自分の目から赤が、ま、親落としですね。第一の考え方としては、はい、親落とし。シャアさん、今回の手、はい、後継でした。3ピン入っちゃったね。どうします、追いかけます。いや、追いかけますよ。リャンピン2枚出てる。えリャンピン2枚出てて、なおかつ、はい、リャンピン危ないんですよね。多分。今、テンパイ取るじゃないですか。リーチしたらバカですよ、これ。この他の変化のリーチはあります？
あのね、バンズがこう、どこか頭になったら、ここ、落としていくんで。例えば、7枚今切って、テンパイ取りますけど、はい、6万か5万か4万が頭になったら、ここ落としていきます。ピンズ伸ばしますから。危ない方を。ええ、多分これ通るんで。バンズ通るんですか？ええ、通りますよ。さあ、リャングピン、逆がない形で減量テンパイを取りました。キャンピングアート1枚、ウーピンを3枚見えてない。ほぼピンズの街だと思いますけどね。ローピンを5巡目に切っているだけ。ふわっとソーズ始めましてですけど、ソーズの街の可能性もだったらもうしょうがねえなって思う。しょうがねえな。だから 理想的な話で言えば、親が切ったチーソーが2枚になって9層パーソンと落とせるのが一番理想ですよね。あー、なるほど。ソーズのね、ジャット変化、理想通りはいかないからね、これ。いいわ、山全部見えています。あと親がどう攻めてくるかですね。あら、トントンだ、またほんとトンにあれを持ってる人なんだね。そうですね。でもトン2枚切れるってことはちょっと回ったってことですか？あの、でも回ってるけどツモは生きてるんで。あらん、あん、やだもう、こんな敵は安そうですどうですか？真っ赤に燃えちゃったもんね、あれね。太陽並みにもギラギラしますけど、ここはね勝負あるんじゃないですか。枚数で行くならリャングウソ。いやいやいや、考えてることが違うんだ、あなたと。はい、私は凡人です。すごい先輩頭を作ってリャンメン待ちにしなきゃダメなの？聞いたんですけど、すごい。この判断できる人全国に何人いるんだろう。5万来い願望を声に出し始めました。5万来い。山に残ってても、でもおかしくなさそうな馬ですよ。もうすごい、まず通るでしょ。安全牌のように切ったローバーですけど、これ通ってなかった牌ですよ。これでよかったですよ。天才派だ。ピンズがこうね、安定したんで、でリャンソーが頭になっても馬が来ても今度は勝負できるんですよ。あの形でリャンソー勝負するほどの手じゃないんで。いやー、すごい。いやー、なんかマジック見てるみたいですね。いやー、意外だ。リャンソー通るんですよ。通るんだけど勝負する手じゃないんですよ。ここ、こういう風に伸ばさなきゃいけないんです。馬来い。カモンは、英語使い始めました。ああ、じゃあ8万じゃないんだな。でもこれもいけそうってことでしょ。あ、リャンソー泣かれましたよ。何？いただかれました、リャンソー、リャンメンチ、ダスーワン。親は、この泣きだとどうです？大したことないですよ。だって、俺に全部来てんだからさ、お、赤ちゃんが。あ、ってことは？親はレンチャン狙いのテンパイ。いけますね、じゃあまだ。よし、うわ、来いよ。リーチ。リーチなの？すごい、いろいろあった。これリーチなんですね。行ってやりましょう。リーチ。来た！あ、なんで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 、ウッパーワンだ！これが本だったんだ！しかも高いです！敵は超えていきました、ドランコ！ということは？リーチドラさん、8000を8900、意外な形で親流れとはなりました。そして、あ、当たりですね。はい、ウーワンじゃなかった。他以外だと全部かっこよかったんですけど、ウッパーは持っちゃいましたね。なんてことでしょう。そうそうそう。かあなんてことでしょう。なんだそれ。ウーワン統一って。やってらんってな。はい。ちょっと切り替えて、はい、さあ、というわけで今回は悲しい結果になりました。次回どんな巻き返しになっていくんでしょうか。はい、と次回から乱入でございます。皆さん頑張ってください。はい、と次回もお楽しみに。乱入しました。難一曲、皆さん手配を開けてください。ドラはリャンソー、チタさんはシャーチャです。よし今回ドラが1枚。よし、いいナンバだ。デキメンツが1つ。乱入しました。現在ラス目、ここまではね、苦しい展開続いてますけれども、リチピン、フツモ、ドライチ、横に行きますか今回。順ちゃんはないかね。ウーマンローはありますもんね。赤いのルールで順ちゃんどれくらい目指した方がいいんですかね。ちゃんたとか、よっぽどハイパイが外に寄ってないとダメですね。それで、あまりドラが、はい、あの順ちゃん系の手、一致してればいいですよ。ね、おすすめはできないですか。急走がドラとかならいいと思いますけどね。じゃあ今回はやめときましょう。取り目だ。1ドラ1か、これは。ヤンシャンテンだぞ、珍しく。まあ今回そうですね。でもな、小さにロウソくっついてくるとな、難しくなるな。
あ、チーソーにチーソーならいいよね。おお、自然とイーシャンテンになりました。今回は、土田さんの難しいところは、こう、テンパイだからリーチに行くっていう思考ではないんですもんね。上がりに近づいたテンパイはリーチですよ。観浪ピンのテンパイどうです？これはね、3ピン引いてくればいい。ほうほうほう、目いっぱいにトンを切りました。はい、じゃあ今、スチーワンが入っても、観浪ピンのリーチは、で、9ピン2枚出てるんで、チ、うん、ーピン打って、ちょっとテンパイ外しますね。テンパイ取らないんですね。取らないですよ。テンパイ取るぐらいならリーチですよ。なるほど。さあ、今回のドライチの手。うん、これで良くなった。これは不立牌はこれ、カンパソが良くなったんで。はい。よし。イシャンテン崩し。遠くに一度離れていきました。はい。ね、あのダメな時は、はい、今ダメじゃない点数、うん、109急がない、はい、ダメな時は急がないっていうのが麻雀の基本ですね。なんか想像が伸びてきました。急がないのよ。イエスチーワンは急走ポン声が出たらね、通ってますね。今出たみたいに言ったけど言っててませんからね。急走場に1枚切れ、次出た時はポンをすると。そうですよ、当然。あ、入っちゃった入った時はどこをいじるんですか。イーシャンテンはドラそばは伸びない。え、こういう時なんかドラも1枚来て高めいいペーコーで来るわけないじゃない。来ても数層とか来てリャンソー待ちで上がれなくなっちゃうんですよ。リャンソー上がれないんですか。ダメですよ。カンパソは上がれますけどカンパソはいける。リャンピン頭になるか3ピンくっついてくれたらリーチ。観浪ピンを外し、今残したのはリャンピンとパーソーの受け入れ。3ピン来い。どうだ南春夫あ、そういうの言うんですね。言わない言わないんですかあれ、いや、今の三層切りも新鮮だったでしょ。はい、なかなか見ない。あー、来たぞ、なんちゃのリーチ、リャンワン切り。あー、こっちじゃん三品はリーチ者の現物。どうですか、テンパイ取りますか取りませんか。取ったらリーチですよね。はい、まあ、取るならパーソーか急走。勝ち目がないけどな。三品場に一枚切れ、リーチ。お、今回、あ、急走を切ってリーチの判断。これパーソーじゃないのはなんでなんですか。え、裏ドラ乗り率を増やしたんだね。どっちか乗ってくれってことです。そうそうそう。で、チーソー持ってきても勘はできないけれども、うん、いや、だけどこの川には勝てないな、ちょっと。え、似てますけど、なんか、はい、ちょっと勝てないな。追いかけました、今回勘三品、珍しいですね。やはりこう、難入してまた意識が変わってきたのかかなり弱気な発言もありましたがここで3件目のリーチ。土田さん、なんてことでしょう。ファイト気持ちの問題か。さあ、三品は勝てるのでしょうか。全然勝算ないねこれ掴まなければまだ嬉しいですか。そういう問題じゃないの、勝つんだ。あ、チーソ取りました。あ、チーソ取った。ラッキーな男だなラッキーボーイ。いやー、三軒に一、誰に軍配上がるかどうだ ただねえ、ワンチャンスとはいえ危ないところだけ持っていた。もう、リーチしてなきゃ安全牌ばっかりなのに。ねえ、対応はできそうですけれども。冗談じゃないよそんなんじゃもうやってられないですよね。さあ、どうするか。今ね、親が一人、対応のウーワンか。志田さん、はい、3品っています？ 0.5、 山 0.5 0.5? 1枚も確認できないってことですか。1枚はないな。ないですか、うん、0.5 手配に使われていそう。ここは持ってる、ね、ドップさん持ってる、うん、おドラも通りました。さあ、みんなどんな街でリーチを打っているか。これは安全牌壁だもん、壁だもん。積もったウーピン、なんだよ。
なんだよ。千二千。リズムドライチ。町田電波ピン。惚れ惚れするね。いやー、三軒リーチ上がりきれませんでした。皆さん、手配を開けてください。あ、一枚。あ、あと一枚ですか。こんなんで追っかけてるんだから、もうどうにもなんないね。イースワン。お、イースワンね。イースワンもいいですね。いいね、イースワンも。今回、リーチ上がれませんでしたが。一発もじゃん。シャンポンなら、いやいや、イースワンじゃないですか。そうだね。ね。だから、ウッパーピンも？ウッパーピン今し、あ、でもかなり薄いんじゃないですか。ほら。これ、リーチをかけて、でも上がれなかったんですが、うん、報酬はしませんでした、さっき。でも上がれないと、全く意味のない、この局面的に。上がって、体勢立て直すリーチなんで、もう上がれないってことはもうダメよってこと。ここからこう、回復ってどう、あるんですか？難しいですね。あらー。え、麻雀の匠お届けしてる最中にはじゃあ。難しいですね。いや、不吉になってきましたね。これね、一発勝負をかけたリーチなんですよ。ね、今までないパターンでした。うん、ほとんどしないリーチなんで。はい。ダメでしたね。もうそもそも、カンパソーすら出てないわけですから、自分が狙ってた。本当ですね。万が一テンパイ取ってて、はい、サブローピンになっててもダメですから。カンローピンもダメですから。なんか一回押しを巻きますか。本当だよね。どうなってくるの。上がれるパターンってあります。ゼロ。なんかご自身で言って切なくなりません。ゼロ。上がりがない。ないですね。どう組み合わせても上がりがない。なんか報酬しなかったのは結構ハッピーかもしれません。ラッキー。ハッピーラッキー。ほんと、こういう風に持ってたらリアルワンで上がれてたとか、うん、シャンポンにしてたら上がれてたとか、ないっすからね。はい。ないです。究極のダメだね、これね。ここから運気を上げたり、なんか変えていくためには土田さんどうしていくんですか？席を立つ。一度？じゃあ一度この後立っていただいて空気を入れ替えないと。はい、換気しましょう。自分の体の、はい、そうしましょう。わかりました、はい、ご視聴ありがとうございました。土田さんはここから復活できるんでしょうか。次回もお楽しみに。